どうも、くりたんです。突然なんですけど、僕最近ちょっとね、気になることがございまして、気になるというか、もう腹立つことがございましてね。お前や、おい、おい、来い。はい、ちょっとね、こいつなわけですよ。まあ皆さん、はい、皆さんご存知ね、カルビー、ポテトチップス、うすしお、こいつがね、最近ちょっと調子に乗ってるんじゃないかと。邪魔なんだお前。まあ、その無生物が調子に乗ってるって何言ってるんって感じだと思うんですけども、僕もそう思います。はい、すいません。まあ何が気になるかって言いますとね、こいつ結構そのポテトチップスの頂点的な存在として君臨してるわけじゃないですか。今日もね、スーパーに行ってスナック菓子のコーナー見たらね、一番目につくところにこいつがバーンいるわけですよ。いるわけですよ。まあいいんですよ、美味しいんです。確かにそれはわかります、わかりますけど、そんなこいつに言いたい。お前薄やんと。薄やん、薄なんすよ。ただの薄塩がお前調子なんだとね、言いたいわけですよ。というわけで、ね、今回この薄塩を生まれ変わらせたいと、こいつのために。というわけで、こいつを塩を足して小石にしていきたいと思います。言うてもそんなに寿司用に塩を足すなんか誰でもやってるやろと思って、ね、調べてみたんですよ。そしたらもうみんなやってたけども、そんなん知らんふりしてやりますっていうのやりたかったんですけど、実は思ったよりみんなやってなかったね。第一人者としてやります。はい、クリピー3秒クッキング。はい、やってまいりました。クリピーで3秒クッキングのお時間です。ご料理を務めさせていただくのは私、クリちゃんでございます。はい、というわけで早速料理の方移ってまいりますけども、本日のレシピの方はですね、ポテトチップスの薄塩とお塩です。はい、これ塩やっけ、砂糖、砂糖か。多分塩。いや、まず薄塩の方にしていきます。うめえ。はい、じゃあこちらの方に、こちらお塩の方をね、追加していきたいと思います。どん。はい、というわけでこちらお皿の方に持っていきますね。それじゃあ、早速いただきます。編集でマスクずっとこの辺置いとくわ。それではいただきます。失礼します。ちょっと濃い。ここにも直接かけちゃえ。塩です。いただきます。濃いな。病気になりそう。今回せっかくなんで、もう一つやりたいことがございまして、コンソメダブルパンチにコンソメの顆粒を入れてコンソメトリプルパンチにしようっていうのをね、ちょっとやってみたいなと思います。